元気の皆さん、おはようございます。所長です。本日は、こちら、ホームジムですね。G5 と一緒にですね、背中のトレーニングを頑張ろうと思ってます。今日は、まるまる背中のトレーニングの動画を作っていこうと思います。お付き合いよろしくお願いします。普段、割と筋トレの動画って、音楽と一緒に流す感じが多いんですけど、今日はちょっと BGM なしでリアルな筋トレ音というか生活音というかそれと一緒に動画を作ってみようかなと思います。なんかそういうのにちょっと興味があるんですよね。いつもより多分動画自体が長くなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあお時間ある方はお付き合いしてください。まず一種目目は、これ、バーベルを使ったローイングですね。こっちのバーでやります。V バーだっけ。よいしょ。で、ここに重りを追加していきます。よいしょ、これぐらいかな。35キロですかね。で、普段はこういった種目をするときっていうのは腰のベルトをつけるんですけど、今ベルトはジムに置きっぱなしなんですよね。なのでホームジムにベルトがない。二つ目買わなきゃいけない。ちょっと買うタイミングがなくて、なのでベルトなしでちょっと腰に気をつけながらねやります。よいしょ。まだ重さいけますね。あと15キロ足しましょう。よいしょ。いいね。OK。よし。じゃあこれでメインセットですかね。よいしょ。いいね。この背中の下の方かな。ちなみに G5 にはね、こういったバーもついてます。これをね、この手前にかませてこうやっても弾けるんですよね。手幅を広くしたいときはこれ、今日は狭くしたいんでこっちです。ちなみに今日は H&YO フィットネスの、ウェアでトレーニングしてます。いつもお世話になってます。重いな。ちょっと
5キロ外します。もうコントロールできなくなってきた。よいしょ。じゃあラストセットかな。しっかり重さを背中で感じながらやるというのをイメージしてラスト。よいしょ。ドロップ。やばい、上がんなくなってきた。いや、ちょっと負けちゃった。ちょっと、何日か前にやった足のトレーニングはね、まだね、なんていうの、筋肉痛が残ってるっていうか、ちょっと、姿勢的にも、お尻が痛くなってきちゃった。よし。一種目目。終わり。次行きましょう。二種目目は、スミスで、ベントオーバーローですね。やります。よし。ちなみにG5 のスミスは、ここまでしか行かないですよ。一番下は。なので、これよく低くならないんですよ。本当はね、もうちょっと、こう、前傾で引きたいんですけど、スミスだと、ここまでしか行かないんで、ちょっと可動域が狭い。狭いんですけど、これで、まあなんだろう、ギュッと、収縮だっけ、そっちを意識するという感じでやってます。もうちょっと重くしよう。よいしょ。あっ、ダメだ。重すぎた。失敗。どうしてもね、なんだろう。まだまだ素人なんで、こういう重さの見積もり、失敗、多い。やりすぎた。ちょっと、動画撮ってるから、かっこつけちゃって。すいません。
10キロ取って5キロにしました。なので、計10キロ落ちました。これならしっかりコントロールできるでしょう。ちなみに本当はね、逆向きの方がやりやすいんですよね。体こっちじゃなくて、こっち側の方が。ただそうすると、動画撮影の時、お尻向けちゃう感じになっちゃうんで、ちょっとやりにくい方でやってます。よいしょ。よし、しっかり行こう。だと思う。ラストもうワンセットいきますか。暑い。ちょっと脱ぎます。よし。あ、ちょっと汗かいてる。この部屋ね、ちょっと寒いんですよ。今日外雨降ってるんで、割と冷えてます。でも、体は温まってきたって感じ。よし。ラスト。よし。しっかり、コントロールしていきましょう。今ちょっと腰にグッときた。よし、大丈夫大丈夫。こういう時はあまり無理しない。ちなみに今体重は76キロです。184センチ、76キロ。11月の大会の時が63ぐらいだったんで、13キロぐらいですかね。増えましたね。2ヶ月で。早っ。2ヶ月で13キロも。乗っかっちゃった。よし。次行きましょう。はい、ケンケルムさん、ここまでご視聴どうもありがとうございます。動画を見てたらもしかしたら気づいたかもしれませんが、実は、筋トレの途中からこちらのマイクがですねオフになっているのに気づかないで、そのまま最後まで筋トレを続けてしまいました。動画編集をしている時にですね、音声が入ってないことに気づきました。近頃ね、こちらのマイクを、購入して、使ってみようかなと思って、今回は筋トレの、こう、なんていうんですかね、この G5 の音とか、それから、筋トレの時の実際の僕の、音っていうか、声っていうか、そういうのをちょっと、こう、リアルに、動画として作ろうと思ってやってみたんですが、途中で音声が切れてしまうという、本当に大失態。うっかり中年です。本当に申し訳ございません。結局BGM を使わないで、筋トレ動画を作るというテーマだったんですが、残りの動画ね、一応筋トレはしてたんで、ちょっと最後音楽と一緒に動画の方、載せようかなと思ってます。ちょっとグダグダな動画となってしまいました。2024年最初の方から。
ちょっとね、まだまだ慣れてないところがたくさんあるんですが、今後もね、楽しんでいただければいいかなと思います。自分としてはですね、動画編集しながら、なんかこういう、そうですね、こういった音楽じゃないか、音を楽しみながら動画を作るっていうのも、なんか面白いかなと思って、また機会があれば、これ引き続きやっていこうかなと思っております。元気の皆さん、ここまでご視聴どうもありがとうございました。最後、もうちょっとだけありますが、お付き合いください。ということで、一旦ここでお別れです。また次回の動画でお会いしましょう。元気の皆さんに。